呼んでこい。お前の持っている猛毒ガスが今こそ必要だ。ブラックスターからの10番目の殺し屋が今出発した。猛毒ガス、それはどんな風に地球の人間に襲いかかるのだろう。今日は流れ星が多いわね。さっきも台所の窓から見えたわ。もう流れないかしら。あゆみ、お茶を飲んだらすぐ宿題するのよ。もう一つ流れ星があるまで待って。なぜ？流れ星の光が消えないうちに願い事をするときっと叶うのよ。明日は父兄の授業参観でしょ。図画の宿題やってしまわないと教室恥ずかしいことになるわよ。そうだった。お母さん、一番綺麗な着物を着てきてね。はいはい。本当によ。あ、そうだ、あの紫色のがいいんじゃない。あれ、うん。トール君もまだ書いてないんでしょう。早くコーヒー飲んでな。ないと間に合わないわよ。間に合わなくてもいいよ。僕には授業参観に来てくれるお父さんもお母さんもいないんだからね。どう、進んでる？あ、お母さんね。そう、うん、まあまあいい線いってんじゃない。うん、何これ？自画像。僕の顔だよ。トールちゃん、やめなさい。どいてよ。トールちゃんってば、やめてないでしょ。トールちゃん、向こう行ってね。やめなさい。どうしてお姉ちゃんの言うことが聞けないの。トールちゃん、どうしたんだ。あ、トールちゃんが。トール、叱るつもりじゃなかったんだけど。お父さんを返して、お母さんを返して、カールを返して、返して。光が消えないうちに願い事をすれば叶うんだろう。願い事を叶えてくれ。お前は
天気を良くするのが仕事だろうけど、その反対だってできるだろう。いいかい、晴れじゃないよ、大雨だよ。事業参観なんかなくなっちまうぐらいの大雨。頼んだよ。トール。大鳥さんだ。じゃあいいね、大雨だぜ。どこにいるんだ、トール。トール。トールは男の子だろ。だったらそんなことでメソメソしちゃダメだ。うん。明日の授業参観には僕が行くから。本当？あ、大鳥さんありがとう。じゃあ早く帰って図画の宿題をやり直さなくちゃな。うん。テルテル坊主、テルテル坊主。見てもらうんだからね。分かったよ。めでた、めでた、どうぞくらい。あれすっかりすぎる。なんだこれ。あじ。あ、おいよ。あ、うわ、いや。怒ったのかよ。え、酔っ払ってるのか。うわっ。しっかりやるのよ。昨夜半から今早朝にかけ、城東地区および城南地区の一部で首に赤い鎖を巻いた十数名の男女が突然凶暴性を発揮して暴れ出し、同地区は大騒ぎになっています。はっきりした原因はまだ分かっておりませんが、警視庁の報告によりますと、首に巻いた赤い鎖に何らかの関連があるものと思われます。ちょっと行ってくる。同地区およびその付近の皆さん、おとりさん、警察からの指示が。事業参観には来てくれるの？トール。トールくん、おばさんがね、トールくんのところにもちゃんと行ってあげるわよ。トール、俺は行かなくちゃいけないんだ。わかるな？トールちゃん、トールくん、トールくん待って、ね、一緒に行きましょう。トールくん、
ら。雨降らしてくれって頼んだじゃないか。なぜ頼みを聞いてくれなかったんだ。頼みを聞いてくれることはできずに恥ずかしくて赤くなったのか。首をちょん切るぞ。頼みを聞いてくれなかったんだからな。本当にお父さんやお母さんに会わせてくれるのかい。なんだこれは。ありがとう。ありがとう。この真っ赤なテルテル坊主はブラックスターからの悪魔の使いだ。その名をノーバ。ノーバは父母のいないことを悲しんでうつろな気持ちになっていたトールに取り付いた。そしてトールに幻を見せながら日本を運ばれ、町中に赤い猛毒ガスをまいた。人々はたちまち気持ちが荒れ下がり、相手構わず喧嘩を始めた。混乱が町中に広がっていった。子供じゃないですか。そんなこと言ってるうちに被害が広がるばかりだぞ。おいで、やめなさい。離しなさい。離すんだ。待ってください。この子は私の子供で、私の弟です。おばさん、泉さん、誰の子供、誰の弟で、あの子のために町中が炭鉱になってるんだ。あの子のせいじゃないんです。待ってください。悪いのはあのテレテレ坊主のお化けだ。離しなさい。おじちゃん、現場からこっちに行かない。危ない、死んじゃダメだ。こっちへ来るのよ。離せ。ドルちゃん、こっち来なさい。ドルちゃん、そんな気味の悪いものと一緒に行っちゃダメよ。すぐ離れなさい。
ないの？お母さん？そうよ。私はね、トール君のお母さんのつもりよ。
僕どうしたの。この子はもう心配ばっかりかけて。おばさんごめんなさい。トル青鳥さん大丈夫、うん、天気にしておくれ。ねえ、本当に明日は天気にしておくれよ。みんなでピクニックに行くんだからね。大丈夫かな。大丈夫よ。ね、てるてる坊主さん。僕は玄関に連れてくる。が知恵はあると恐ろくクラゲ人間ブニュ。ブラックスターから送り込まれた悪魔の使者11番手サキコをおとりに使ったブニョの罠に陥る弦氷漬けにされ処刑台に乗せられたレオ。奇跡は起こるのか。地球は最後の日を迎えるのか。みんなで見よう。ウルトラマンレオ。